ヒロの F1 です。今日も F1 のホットな話題を取り上げていきたいと思います。チャンネル登録と高評価お願いします。チャンネル登録で最新の F1 ニュースを見逃さずにチェックできるよ。角田裕毅、現役 F1 ドライバーの中で将来の解説者転向をデビッド・クルサードが一押しの話題です。デビッド・クルサードは F1 解説者としてのキャリアを成功させましたが、クルサードに続く F1 解説者として異例の人物の名前が挙がっているとプラネット F1 は伝えています。クルサードはレッドブルで F1 レーサーとして現役を終えて、その後もレッドブルのリザーブドライバーやレッドブルの各国で開催するショーランではデモンストレーションドライバーを担当しています。最近もこの12月にレッドブルの2023年型マシンである RB19 をテストドライブしています。クルサードは2009年に BBC に解説者として加わりました。2011年からは本格的なコメンテーターとなり、放送の仕事だけでなくコラムニスト、MC、インタビューアーとしてメディア界に独自の境地を切り開き続けています。そのデビッド・クルサードが解説者に転向する可能性のある現役ドライバーを選ぶとしたら、どんなタイプの性格のドライバーが解説者に向いているか次のように答えています。元 F1 ドライバーであれば誰でもこのスポーツの複雑さを解説し、意見や見識を共有する可能性があるのは明らかだが、他の人よりも向いている性格の持ち主もいる。では具体的に現在の F1 グリッドから誰がヘルメットを脱いだ後、そのようなキャリアに適しているのでしょうか。クルサードはイギリスのエクスプレスのインタビューでグリッド上の2人のドライバーを挙げています。ダニエル・リカルドは間違いなくニコニコしているからね。マックスが興味を示すとは思えない。ルイスもそうだろう。ダニエルはとても大きな個性を持っていると思う。次にクルサードはイギリスの放送会でクルサードの足跡をたどることになるかもしれない2人のイギリス人ドライバーを語りました。素晴らしい個性の持ち主がたくさんいる。ジョージ・ランド。クルサードはテレビに出演する時の心構えも話しています。ジョージやランドは自然体でいられるし、テレビで仕事をする上で大切なことだ。彼ら自身がエンターテイナーなんだ。そしてクルサードが推薦するもう一人のドライバーは、クルサードはアルファタウリの有名な熱血感角田裕毅を特に面白いと語っています。多分裕毅もそうだろう。なぜなら彼がいつ最初の汚い言葉を使うかにかけることになるからだ。角田裕毅、現役 F1 ドライバーの中で将来の解説者転向をデビッド・クルサードが一押しの話題でした。チャンネル登録と高評価お願いします。チャンネル登録で最新の F1 ニュースを見逃さずにチェックできるよ。最後までご視聴ありがとうございました。次回のヒロの F1 をお楽しみに。